足が太くなりやすい、足が痩せづらい、そんな人は実は歩き方や立ち方に特徴があります。こんにちは、井上です。今日は足がね太くなりやすい、そういう人にすっごい多くありがちな、これ癖があるんですよ。実は僕たちのお客さんで足がちょっとこう太くなりやすい人なんかに必ずこうだっていう立ち方だったり歩き方があるんですけど、皆さん浮き指ってご存知ですか？立ってる状態でつま先が浮いちゃう感じ、これね実はねめちゃくちゃ多いんですよ。皆さんも今ちょっと見てもらいたいんですけど、紙1枚ないですかね。紙がこうやって足が地面についた状態で何も意識しないでこの紙がここにこうやって入っちゃう人、こうやって入る人、これはもうね浮き指っていう指の形なんですよ。あとは足のこの指のこの付け根のところ、ここにタコができやすかったり、あとここが硬くなりやすい人とか、そういう人は重心がこのつま先に行ってないんですよ。でつま先に重心が行ってないっていうことは、歩いてる時や立ってる時につま先を使えてないので、ふくらはぎの筋肉とか前肩骨筋っていうこうすねの前側の筋肉がうまく筋ポンプ作用がいかなくて、老廃物とか毒素を上に流す力が自分の力でなくなっちゃうんで、そうするとどんどん足に脂肪が溜まりやすくなって太くなりやすいんで、今日やるやつはこの浮き指を直すっていう観点でもそうなんですけど、主にその筋ポンプ作用を自分でこう作ってどんどん足を細くしやすくなるような、そんなエクササイズを今日ご紹介するんで、ぜひ一緒にやりましょう。足指に全指ぶっ刺して指を背屈させます。こういうこと、こっちにワオって感じですね。とあとこっちに低屈、つま先トゥーっていう風にやるような感じですね。これを5秒5秒ってやっていくんで一緒にやりましょうか。まずこっちから、よーいスタート。1、2、3、4、5。そしたら今度逆にこっち、はい、1、2、3、4、5。はい、そしたらまたこっちに来る、1、2、3、4、5。はい、そしたらまた今度こっちに来る、はい、1、2、3、4、OK。 そしたらまた後ろに来る。これね、かなり足は実はね結構あったかくなるんでめっちゃいいよこれ。はい、次前グッと、はい、これねマジでもう今ね、だんだん僕足あったかくなってきてるんで、はい、最後グッとグッと、結構ねいいね、結構痛い。はい、そしたらこの最後こっちグッと、 OK。 逆足も一緒にやりましょう。はい、2からいきます。いきます、よーいスタート。グッとこっちね、こっちね、4、5。はい、今度こっち前側にグッと通します。通る、OK。 そしたらまた後ろに反ります。ぐーっと、1、2、3、4。OK。そしたらまた前に行きます。1、2、3、4。OK。そしたらまたぐっと裏に行きます。スタート。1、2、3、4。OK。そしたらまたトーキックのトー。行きます。はい。指、はい、そしたらまた最後後ろにグーッと、いいです、いい感じです。はい、そしたら今度最後前にグッと、もう指がなんかだんだん足がったかも。 OK。 これねめっちゃ重要なんで、そしたら次はねタオルギャザーっていうやつをやりたいんですけど、こうやってね下にこうタオルを引いて両指でこうやってこれを10回3セットいくんで一緒にやりましょう。いきます、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 ちょっと休憩しましょう。めっちゃ疲れんなこれ。今これね前肩骨筋だったりね、ここの長視神経とか長母視神経のね筋トレになるんで、めっちゃこれなかなかここの筋トレやってる人いないよね。そしたらもう一回いきますよ、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 いい感じ、皆さん釣らないで頑張ってちょっとね軽くこう叩いて、いきます、最後よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。
9 10 9。今度はふくらはぎの筋肉を刺激したいんで、皆さん壁に手ついて立ってもらって、バランス崩さないように、こうでつま先立ちになってこうやってね、でかかとをつかないとこまで下ろしてまた上げる、こうやって。で意識してほしいのはつま先で地面をしっかりつかむような感じでこれをやる。これ15回、15回2セットいきます。いきます、よーいスタート。1 2 3 4 5。つま先をねしっかり意識して8 9 10 11 12 13 14 15。 OK、 いい感じ。どうですか、できますか皆さん。全然余裕ですね。もう一回いきますよ。壁にね手つけないでやられる人は全然壁に手つかなくていいんで、このまままたかかとを上げて下ろさないところまでいきます。いきます、よーいスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15。 OK、 今日はこの浮き指、隠れ浮き指、浮き指予備軍、あの決して浮き指じゃなくても足を細くしたい方なんかは今日のやつはおすすめだし、形がちょっと変になっている人っていうのは浮き指の人が多いんで、ぜひ毎日続けて綺麗な足を目指して、夏にはもう見違えるような足にして足を露出しまくりましょう。このようにアピュランス TV では今よりも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思って動画を届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。